豊原ゲームですということでやっていきましょう。豊原市企業局ゲーム事業部が運営しているのはゲームチャンネルでございます。ということでポイントを獲得しました。対戦相手を探しております。対戦相手が見つかりました。ランク8ランとの対戦を始めます。あー炎か、バンギは結構刺さりますね。ドリューズもまあ刺さるし、バンギドリューズ、いや微妙だな。なんとも絶妙ですね。いやどうしよう。いやでも炎タイプがいるからな、これでいいか。対戦開始まであと36秒。なんか若干嫌な予感すんだよな。どうだろう。サーナイト。あーでも、鋼でいけるか。ドリューズ出すべきでしたがね。わー。あ、そういうことか。ん？ちょっと怖いな。若干。じゃあ、ここまあ、思い切って、まあ、第一シールでいきましょう。いや、びっくりしたよ。持ち物交換するのかと思ってね。本当びっくりしましたね。ここ大バッタですね。正解だったと思うんですけどね。いや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 、こだわりスカーフ。待って、ちょっと、なんだこりゃ。あ、同じ技しか出せなくなるのか。これ厄介だぞ。こだわっちゃってるから。こだわりスカーフ。確か、素早さが、同じ技しか出せないんだけど、素早さがまあ、1.5 倍だったかな。そんな感じなんだっけな。ひでり。なんでまあ第6でいきましょう。鬼に、まあ、焼けるか、なんか変なやり方していきます。第6、これでは砂嵐状態にします。余裕じゃん。剣舞、これワンチャンありえるな。
じゃあここもイカ様でいくか。攻撃が高いってことなんだ。そうだ、いやでもワンチャン負けるかもしれないな。まずいっすね、これは。まあこれくらいですかね。大草原これ耐えないでしょ、さすがに。まあ耐えないでしょうね、さすがに。砂あと何ターンだ。あと3ターンくらいが。ドリューズでいくか。リビアなんて大して強くないなって思ってたけど、意外にあれかもしれませんね。じゃあまあアイアンヘッドでもひるませる。あ、ひるまないな、タイマックスつけるから。いやいや、でもタスキがある。残念。いや、特防だから上がってもよし。まあ、アイアンヘッドでいいですね。なんとか勝った。2連勝ですね、これで。ようやくランク8から抜け出せる。いや次は絶対勝てよ。対戦相手に見つかる。あー、なんかなんとなく嫌な予感しますね。どうする。は、なんで最終進化系じゃん。これは難しいな。サザンから入るのも手か。いやでもラプラスで詰むしな。どうしよう。いやーでも。これかな。入れ替えよう。怖いな。サザンに入れ替えよう。
いや、これ引っ込めて正解だったと思うんだけどな。どうだろう。眠り粉とかやめてもらいたいな。粉系の技。これで正解だとは思うんだけどな。え？ダイマックスして、まあ、大バーンでいけばいいでしょう。どうだどうだ。大アークで行くと、あ、ただ自己再生持ってるから、ここも自己再生でいきましょう。そんな聞かないやつ。あ、こんなもんか。多分自己再生で来るんじゃないか。やっ、あー危ないな。絶対0度って命中30だけど、
でも割と危ないはずだな。今すごいヒヤッとしたんだけど。ちょっとこれ怖いな。そういう戦い方もあんのか。どうしよう、これは絶対見えない。あ、当たるな。いや、当たっちゃうのだ。まずい。改造かこれ。いや、違うな。いや、わかんなくなってきたぞ、勝負が。いや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 、ヒヤッとするわ、これはちょっと。いやいや、ギャナか。厳しいぞ、これはちょっと。あいつってダイマックスまだ使ってないのか。あ、使ったか。うん。何ボケてるんだ。あ、これ、型破りじゃないな。威嚇ではないな。威嚇じゃなかったな、ちょっと助かったな。たぶん岩の中で外したりしたら困るぞ、ほんとに。いや、よし、これで弱点保険が入って岩なだれが当たればもう完璧ですね。当たるよ、絶対岩なだれ。オッケー、これはいっただろ。いやー、熱い戦いだなー。対戦を続ける。それではまた。